勇気のある逆切れ。ハード逆切れを通す。カウンターで通したらダウンまで持ってきちゃいますからね。まだ死なないかな。生きてれば。ああ。隣の怪物くんチームになりますので、おめでとうございます。1回戦最初の試合は隣の怪物くんチームが先方対象戦両方とも2ラウンドストレートで勝って2回戦進出ですね。試合ですね、ゆめりのチームと熱い山梨くんチームの試合になります。お願いいたします。ちなみにその次の試合だいぶいい動きしましたよね。なんかだいぶいい動きしましたよね。かなりもうほとんどラビリスとアイギス両方のキャラ、ね、もう理想的な試合展開になったんじゃないかなって思って、一方的な押し付けをずっとできた感じで、はい、ラビリスは斧強化させて殺し切って、でアイギスも中下段で通して相手のバーストも、はい、吐かせて最後まで倒しきるっていうような、これ、まあ、大会で日和らなければ結構いい動きができそう。そうですね。よろしいですか。さあ、これは注目の組み合わせがクマとシャドウクマっていうチームなんで、勝った方が次はクマシャドウクマチーム、まあ、出てきますよ。これはみんな楽しみにしてるだろうな。クマのシャドウクマなかなかいないからな。こんなチームなかなかないですからね。なかなかないっていうか絶対にないですよね。絶対ない。まあ決勝大会言ったら確実に面白いですよ。そうですね、強い弱いとかじゃなくて面白いですよ、間違いない。それでもこんなネタみたいなチームでも結果にものすごく期待できるっていうのがこのチームのすごいところですよ。プレイヤーが強すぎて、プレイヤーがものすごい強いんで、ネタ。じゃあ見ていきましょう。トーナメント進行中です。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょう。さあ、ワンピー側はシャドウ画像さんのシャドウ画像さんのシャドウクマかな。この名をかけて戦おうですね。シャドウクマ VS、スーピー側はイモリさんのミツル。受けたまわりました。さあどう、試合展開どうなるのか全く予想できない。ユデリのチームがシャドウガイド様のシャドウガイド、そしてユデリのチームがユデリのミスですね。さあ、ユデリのパスとしてユデリがダウンが強い、ユデリのパスとしてユデリですが、ユデリを取ってしまってクーマリシャドウで GMC がパスする。さあ、端からも脱出してアイテムを前に行く。心配なの心配ですけれども、立ち上がって、さあ、ここに入っているんじゃ。おっ、おーしゃー、なんか来たぞ。ニヒル指導がここで、さあ、ニヒルが、あー、しっかりいって、相手はバースト吐いて、おテレビバースは失敗してしまうな。最速でええ暴れてんだけど。ああ、テンタラ君はしっかりジャンプしている。そうだった。さあ、一本選手していくのはシャドウバンドさんのクマ。シャドウバンドさんのシャドウクマ。さあ、タイミング2C が投げましたが、タチウムが参加している。さあ、ゲダマ打ってアイテムで、お、タタマに行ってゲダマ落としている。さあ、タコ先端 2C が使っているが、おっ、何やらかしたんだ。おっ、マッチはしっかり飛ばす。
そう、ちげーって言ってたんですけども、違う、そうじゃない。ちげーって言ってた。さあ、最初のフロさあ、スピードは止められている。パチで高まれて、ルフィのサポートに、ターンが変更と。足回りしっかりとして、足をうまくいく。止まれるためにうまいって言ったんですが、勝ち入れで、ちょっとうまい投げ方。これは、何も起こせなかった。それでも1ラウンドしっかり取り切りますからね。抱え落ち。ちなみに、次の試合がですね、マックのフライアラートチームと肉チームになりますので、お願いいたします。次の組み合わせは全部が見れないですよね。画像さん対画像さんのクマ対もう一人の TD さんの知恵ですね。おうほうほう、どういうどんなになるんだろう。これどうなるんでしょうか。お互い場合は知恵の方が狭いから狭いですね。近距離タイプでやっぱ横押しだとクマのボビーのバットの攻撃がものすごい知恵にとってはきつくなると思うんで、しっかり、さあ表裏角がうますぎる。さあミスっているが現状がさ、さあ相手に巻いてしっかり。これはかなりめくりはかなり食らってしまっているが、覚醒してここからのワンチャンも知恵ならば。あるよ。お、ある。どんどん。さあ、ガーキャンはしっかりギャップ切れしてバウはでも死なないかな。しっかりしてるな。一本選手していったのはやり込み、やり込みが出ましたね。素晴らしい反応ですね。フェイタル。ここから。ああ、まあ。ここで筋肉に笑いしまって。さあ、今そんなにはしっかり対応している。完成と同時に。まあ、そして。うわー。ああ、またボコ。さあ、ペースしない。ガーキャンだったんだろうな。ああ。どう。ああ、SPD さんの知恵が。2ラウンド目も選手ですね。チームとなりますよ。おめでとうございます。今すぐ帰ろうだそうです。明日期待しましょう。多分溝の口まで来られるかな。お菓子の食べ過ぎで太ったんじゃない。はい、次はマックのフライアーラブチームと肉チームになります。お願いします。山梨での勝利ですね。今のは大事なシーンなので、どちらが先に来るかだけあらかじめ決めていただけると、ちなみに、マックのフライヤーカーさんがシャドウミクルとシャビ、で、ミクチームがアイリス番長ですね。
あー、声出しな、足りなかったかな。結構でも応援してたよね。そうですね、うん、かなり応援はあったんですよ。肉チーム、大丈夫ですか。さあ、次のチームはマックのフライヤーアラームチーム対肉チーム。ここもシャドウいますよ。シャドウミツルと。あー、そういえば、はい、今回シャドウが結構シャドウ多いですね、うん、出てきた。影時間か。完全に影時間、ね、影時間か。このシャドウミツルなんですけど、うん、実は暴走ポンプがものすごい高くて、うん、あのね、うん、刹那サミダイ斬りの最大ダメを2回入れられるっていうポンプがあって、暴走中に、うん、結構 A 指導からでも 6,7 戦飛ばせるっていうような、かなりワンチャンあるキャラなんで、それは期待できますね。しかも結構精度が高くて、どっからでもね持ってかれてますよね。そうですね、中央端問わず持ってかれるので、うん、ここはちょっと期待して見てみたいと。基本的に忘れることもない。ネシカカードが見当たらない模様で、少々お待ちくださいね。ちなみに、どこかでネシカカードを拾ったよという方いらっしゃいます？ナイスか。筐体にネシカの忘れ物があれば、忘れ物だったらこちらまで持ってきていただければと思うんですけども、とりあえずじゃあノーカードで、はい、やっていただいてお願いします。はい、じゃあノーカードで。とりあえずノーカードで。はい、はい、始めちゃってください。ジェオさん、もうまんますぐ。今斉藤さんのシャドウミツルと、ヨーガのアイリスですね。ヨーガアイリスのアイリス。シャドウミツル。シャドウミツルとアイリス。シャドウとはかなり珍しいんですけれども、ミツルだとかなり強いんじゃないかと個人的には思います。ああ、降りてる方はしっかり吸引で吸われている。今日はね、橋を脱出したんですけども、原神が強い。あ、そこ当たんないんだ。当たらない。正しい。橋までキャンセルからの、もちろん入れているが、ゲージが。さあ、ゲージが溜まっていく。めくるのが、ゲージから締めて、さあ、暴走して。さあ、ここから、マハブフダインからの、刹那最大ダメで、まだマハブフダインは残っていて、 SB 刹那サビダレキリの最大ダメが決まって KO。 いやー、素晴らしい。この火力です。素晴らしいですね。このコンボ芸術性高いですよね。芸術性高い。すごい。もう勇気がある。さあ、勇気、逆切れで切り返していって。ファーストないのにシャドウ。そこで右に何かお金ちゃんとしてる。ただ、一発でも入ったら、あ、相手も逆切れ落ちて。さあ、アイギスもこの状態になっている。しかし、ジェシーが強い。ジェシー、あ、ジャンシー、お強い。信頼と実績のジャンプシーン。あの技、ガチですよね。いや、ガチですね。もう完全に命借り取る形してますね、あれは。足柄に対するから、勝負が。さあ、ダウンダカリにして。おさあ、まさか SB からのまさか、あ、これはさあ、刹那最大ダメが入って、あ、これはミスらなければ SB 刹那最大ダメがまだ、あー、決まってしまった。
こういうゲーム。8600。こういうゲームです。やっぱこれがシャドウミツルです。最強さんのシャビとスピーキャさんのナルカミですね。お願いします。気持ちいい。いや本当に気持ちいい。これは見てて。ちなみに次の試合はですね。なんかシャドウって感じでしたね。あそうですね。まさにワンチャン上手くて活動を見ると、あシャドウキャラも面白そうだなって言ったような感じしますね。さあ次はシャドウラビリス対バッジョーですね。さあ、ということで今回初登場のバッジョーですね。さあ、シャドウぐらいでしっかりパスコンをして、写真を締めて。うわ、ホームラン。足を維持して、足払いに。さあ、スタジミと足払いの間はしっかり直下して回っていって。しっかり。バーストも読んでしっかりしてる。これよく動いてますね、番長。そうですね。かなり、なんか、しゃべり戦の割りどころも分かっている感じで、やり慣れてる感が。あ、この中段が早い。しっかり胸を固めて、さあチューブの爆がかなり見えない。右にはしっかり。おお、頑張って。二つからの追撃を入らなくて、番長が隠してしまう。これ、シャビス。おお、しっかりジャンビを当てていく。追い込まれてしまって、一本取られていく。最初ラウンドは。さあ、先生の右が、ピンタリしている。しっかり、ひらめをして。めくりは倒している。かわいい組に伸ばしている。さあ、そういったね、まだいるところに。さあ、今の風なんだね。全く見えなかった。さあ、逆転のように浸していく。さあ、なんと。おっ、ああ、この指導は？あおっ、まさか！スタビリ十文字が入って、あ、でもまだかな？まだまだいける。おワンチャン。ここでチタノマキアを発動させて、おーチェーンナックルに対してマジレスのテーラジャンディビーが入ってしまう。よく見てましたね今のはね。いや素晴らしい。さあ帰ったのが次元のアルカミなので決定戦ですね。ほぼ最強版のシャドウミツルとスケジオさんのバージョンになります。シャドウラビリスのノーマルタイム対ミツルのシャドウモードですね。シャドウタイムですね。よくわからない状態です。これもうわかんないなぁ。さあ、ちなみに次の試合は、また、先ほどのようなミツルの放送コントを見れるのでしょうか、果たして。相手キャラは現在最強と名高い番長ですからね。そうだね。足で投げを。ゲージ溜めて。ここで押せながら。で、C で固めて、バスが近づいて。ああ、うまい。空対空が。さあ、もう、ゲージが固まったんですけれども、投げをして飛んでる。ゲージが。ゲージが。ゲージが 100% になって。ああ、さあ、ここから。切な。チームメイトの方が爆笑してますね。さあ、一発目の切なで倒しきれたので、12% の半分の 6% が次のラウンドに持ち越されますね。こういうとこ大事ですよね、シャドウモード。そうですね、できれば体力少ないときはやっぱりゲージを残して倒したいところです。
うわー、覚醒しないからなー。こうなってくるとわーっと、ここでワンちゃんが生まれる。あ、ゲージがそろそろ、おお、うわー、マジです。こうなってくるとやっぱり覚醒とバーストがないのがものすごい響きますね。響きます。ただ次 100% スタートなので。そうなんですよね、 100% スタート。攻めに行くのは番長側の残機は2あるみたいなもんですね。たぶん投げがセンタルフにバグちゃったかな。おっ、あ、パンチは1回バーストで防げるけど、もう体力は即死圏内ですね、これもう。おっ、あ、これでも残機はゼロ。なんか食らったら死んでしまう。さあ、でもミツル側も、あー、邪影が入ってしまって、これはあー、体力足りなかったな。イケメンでした。お疲れ様です。お疲れ様でした。すごい見せ場を残した。盛り上げてくれた。いやいや、はい、高さのチームと魔法戦争チームになりますのでお願いします。はい、で、ブリッジチームの勝ちかな。チーム内で先行だけ決めておいていただけると助かりますのでお願いいたします。はい、現在準備中ですね。今まで見てる感じどうですか、はい、イメージ的に見てる感じ、うん、そうですね、はい、なんか割と普段大会では見ないキャラも結構多くて、見応えのある試合がかなり多かったかなと。ですよね、見たような感じです、ね、やっぱ予選大会だといろんな人の動き見れますもんね。そうですね、やっぱその辺がこういう大会の場での楽しみの一つでもありますからね。ここからもまだまだ強い人たくさんいるので、そうですね、まだ1回戦の半分のところなんで、半分に差し掛かったところなんで、そうですね、これから折り返し地点に差し掛かろうかといったところなんですけど、まあ、次の組み合わせがここですね。トモソンチーム対魔法戦争チーム。トモソンチームと魔法戦争チーム。萩原さんのクマとレオさんの真田のチームの、トモソンチームで、対する魔法戦争チームが大ちゃんさんの、キャラ何で出てるんですか。みなずき。大ちゃんさんのみなずき。大ちゃんさんの、カタカナの方ですね。カタカナのみなずき対ムイさんのアイキスですね。どちらのチームもかなり関東では各キャラのトップクラスの使い手なので、これは相当見応えのある試合になるんじゃないかと。これ注目の組み合わせですね。そうですね、うん、今回の特に水月の方は新キャラだし、なかなか、うん、そう、他の動画であったりとか配信でもお目にかかる機会っていうのはないようなキャラですからね。貴重な水月の対戦シーンが見えるんじゃないかな。楽しみに見ていただければと。本気で取りに行きやんの大ちゃんさんはいつも本気です。さああー、見てみましょう。かなりな両試合が繰り広げられるんじゃないかと思います。よし、じゃあゲーム画面に切り替えます。あなたの姿とその分身ペルソナをイメージするです。さあ、レオさんのすごい、この対戦初めて見るかもしれない。この組み合わせ確かになかなか見ないですね、うんうん、俺を失望させるなよ。安心しろ、すぐに終わらせてやる。さあ、開幕は駆け寄っている近づきたい魚に対して今は転生してきた宮内側なんですけども、宮内は映画が鋭い。さあ、引っ込めてうまい。さあ、隠しですかしらの投げ、しっかり橋でも奥をめくれる隙間ではめくれたんですよ。逆に読んでたんですけれども、もうバックスクしてしまったか、確か上が入って、
さじりしている。ナイフを投げて、ウルフィル。またこれ一枚割れてしまっているぞ。さあ、ジーンが強い。落として。おー、あーイーキルカウンター、しっかり確認してる。さあ、このリターン。しっかりほぼ死んでる。今の覚醒調整でコンボ完走しなかった感じですね。そうですね、今ちょっと失敗しちゃいましたね。ジーンが強い。覚醒してる。無理やり近づいた。お互いまだバーストは使っていない。お互いバーストも使って残り10秒ちょっと。さあ、うまくなったのうわー、最後の SB 高校決めてタイムアップ。勇気があったな。いやー、すごい SB 高校見ましたね。最後投げてジャンプをしているリリーズしている。さあ、飛び込もうとしたんですけどライズに当たってしまった。さあ、後半だけ叩いて足で何ていくようなった形になったか。突然は立ちを掲げている。足から2段目だけ掲げているか。しっかり倒れたのはコンボに崩れる。高い高い、さすがに高火力コンボを決めてくる。さあ、3段目からこのようにまだ減らされてない。うわ、逆にコンボしてしっかり掛けを拾っている。さあ、3人まで決めたのに全然残ってるのか。さあ、全員が林が中から落ちて、しっきり調味でシューで一歩取り返す。大ちゃんさんが守りなんて、コンボ選択ミスんないですね。いや、ミスんないですし、高いですし、ね、素晴らしい。さあ、ジミが上がっているが、どうも引けばしっかり上がらない。今、2段目の選択が右が空中で食らってしまっている。前に出れないですね、ここまでやられちゃうと。かなり厳しいですね、あれで取り囲されると、ウィークエスケープもダメなので、入ってくる手段が。お、ワンちゃん。中盤交換ですけれども、バーストが残っていくか。おお、ジャンビーがヒットして。これはサイクロン。サイクロン、サイクロン決め切って。やる。マジかジャンビー、散々やられたジャンビーぶっこみをジャンビーぶっこみで返した形になりました。バサツ選択の読み合いで勝負するところがサラザっぽいですね。そうですね、一発噛み合って。アギモラさんのクマとムリさんのアギモラ、今のうちに銀座バグを解消しておく。ちなみに、この次の試合は、右毛の達人チームとクレマ募集チームになりますので、次は、ワンピー側、萩原さんのクマと、ツピー側、V さんのアイキスですね。あなたのお姿、その分身、ペルソナをイメージなさってください。あれ、クマの金時同時って、D をしっぱにしたときに、はい、玉無敵なくなったんでしたっけ。 D をしっぱに、 D をしっぱにしてアイテム投げた後の玉無敵の時間がかなり短くなってしまったので、だからアイギスの 2B でかなり壊れるので、そこをどうカバーするのか。さあ、お互い勝ったら昇格戦、これは熱い、熱い試合になってきました。右上、ここにアイテムが当たって、これもヒント。A 連でしっかりゲージ回収して、
まあ、シノブ攻めがうまいなギリギリ覚醒はしないが、さあ、オブジェ